これよりクエストを開始します。早速地図を確認してみましょう。はい、こんにちは、ビッグボーイです。じゃあ今回もモンハンワールドベタ中級編やってきます。私たちの現在位置がこちら。まずはこちらの場所を目指し痕跡を見つけましょう。道に迷ったら地図を開いてくださいね。はい、今回やるクエストはボルボロスだっけな。生態マップでは現在の位置やガイド先、モンスターなどを確認することができます。そう、ボルボロスがメインターゲットで、前回の動画とはまた違う荒野のマップで、そうだ、時間が経過していないとか前回言ってたけど普通に経過してんな。で、今回使う武器はスラッシュアックス。スラッシュアックスは斧と剣の変形武器。瓶のエネルギーを剣撃に込めて放ちます。スラッシュアックスといえばね、ちょうど初めてやったモンハントライで初登場した武器だったよな。これ斧と剣が使える武器。シルベムシが痕跡に反応していますね。調べてみましょう。で、これが砂漠。シルベムシが痕跡の特徴を覚えました。この調子でどんどん痕跡を探しましょう。アリがお仕事してる。おお。ここ一回来たんだけどね、夜にもなって、夜になるとすんげえ景色が綺麗になるんだよね。さあ、どんどん足跡たどって、シルベムシが痕跡を追い始めました。緑色の光の帯についていきましょう。まだね、中級だからまあ倒せると思うけど、どうもね上級がすげえ難しいって聞いたんだよな。こっち、おお、ほい、こんなのにも捕まっちゃうんだ。肉でも食っとくか。あ、支給品見てくんの忘れた。で、そうだ、回復薬の使用がちょっと今作変わってて、ちょっと戦闘になってダメージ受けたら分かると思うんで、その時使ってみよう。おーと、なんか飛んでる。で、こっちね。20分ってちょっと短いよな。ワールド散策とか自由気ままにやったら普通にクエスト失敗しちゃうわ。ただ今ボルボロスがメインターゲットだけど、周り散策したら別の大型モンスターもいるらしいんで、そいつらと、まあ、2体同士に鉢合わせしたら、シルベムシがターゲットに導いてくれます。もう少しでモンスターと遭遇できるはずです。共闘してきたり、もしくは喧嘩したりすることもあるからね、大迫力だよね。でもうこの先にいるはず。あっと、これ肉食か。おいしょっと。ご注意は。いや、スラークはね、本当なんだろう、部位破壊にいた。モンスターからの攻撃に気をつけてください。適してる、いい武器。うまく回避すれば体力を温存できます。で、剣モードとかにもしたりして、あ、あ、間違った間違った。最初から剣で出したりもして、これもしかして中級モンスターだったかな。あ、倒れた。
チェストとメス。あれ倒れない。あ、手なずけたの教官。剥ぎ取った素材は拠点に戻って武器や防具を生産強化するのに使用します。手なずけちゃった。たくさんいる。ちょっと無視。探索は順調ですか？ターゲットの痕跡を集めてシルベムシについていきましょう。いた、いた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 。せっかくアイテム豊富な上に、どれだっけな、こんなの持ってるから粉塵使っちゃおう。それとこの辺をスリンガーに装備しといて、こういうマヒ投げナイフとかがスリンガーに装備できて、かつ鉄砲みたいに投げるんじゃなくて鉄砲みたいに発射できるっていうね。ロックオンカメラを使えば、だいたいた。モンスターを見失わずに済みますよ。このモンスターがクエストターゲットです。さあ討伐を目指しましょう。よし、まきった。さあ卑怯な戦法でいくぞ。こうだ。すげえ爆発がすんげえリアルになってる。モンハントライの時なんかもっとズドンって感じだったけど、じゃあドカンって感じでいくもんな。あ、V 破壊がはかどりそう。おお、いいね。ちょっと一回しまって、もう一回スリンガー。よし、なんて卑怯な。ドーン。スラークはこの威力の高い剣モードと V 破壊に特化している斧モードの使い分けができるから、コストパフォーマンスに優れてるっていうか。ほんと下折れた。どう、切れ味落ちた。危ない。飛びつき回避もちゃんとある。あ、違う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 。スティックでね、アイテム選択できるから操作ミスっちゃうんだよな。トイレ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 。どっか別のとこ行きたい。この辺とかどうだ。あ、こういうの壊してくんのか、もしかして。おおおおい。そうだな。あ、倒れてるし。こういうところ立ってね、こうしたり。今うまくできなかったけど、うまいこといけると今のタイミングで乗れるんだよな。あ、ちょっとこっち来ないかな。教官頑張れ。おっと、買って、ちょっともうちょっとこっち来ねえか。危ない。教官が普通に強いんだよな。で、頭買って。V 破壊が進んでる。ほら。飛びつきできなさそうだから。飛躍なんて持ってんだ。バーナー設置。こっち来い。こっち来い。モンスターが移動を始めましたね。シルベムシを頼りに追いかけましょう。せっかく置いたのに。待って。おお、そんなとこジャンプすん。
これじゃ毒投げナイフの射程に入んなさそう。あ、待て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 。おっと危ねえ。どこ食らってたな。おし、うわ、なんか口から入ってる。あと10分。あ、買ってよ。よし、おっと、そうだ、さっき一瞬回復薬使ったけど一回ダメージ受けて、 この作品とちょっと他の作品と違うっていう回復薬の違いをお見せしよう。もう一回攻撃してこないかな。もうちょっと体力減らしてみたい。まあ、こんなところでいっか。で、例えばこの回復薬グレートを飲んで、途中で飲むのやめたらね、回復薬グレートを1個使ったことになる、かつ途中で体力回復途切れちゃうっていうね。まあ、だから危険だったら回避するしかなくなっちゃうけど、飲む量を自分で調節できちゃうっていう。できればちゃんと全部飲み切りたいけど。飛躍飲んでみよう。よし、倒れた。ドン82か。お、だいぶ疲れてる。あともう爆弾しか持ってね。あ、間違った。実際癒しの炎灯から発生する煙には体力を徐々に回復させる効果があります。わ、夕焼けだ。ほら、待って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 。スリンガーに弾が装填されていません。近くに利用できるものはありませんか。どこまで行くんだ。まだ一回も飛び乗ることできてないんだよな。もうちょっと高さないと。あ、この辺とか。あー、良さそう。ん？何してんだ？あ、違う。あ、寝てんのか。そうですか。では、オータル爆弾なんていかがでしょうか。あ、待って、スリンガーねえじゃん。まず、小樽でいいんだ、小樽。よーし。最低な起こし方したよ。どこだわ。危ない。これは絶対どこだわ。危ない危ない。あ、今気づいたけど、左見たらちゃんとケストだって。あー、壊された。仲間になってる。飲んで。あ、はまった。あ、そういえばボルボロスってなんか体から放って、それはまるんだったな。よし、乗った。これはもうひたすら連打、ひたすら連打、耐える。叩け叩け叩け。ほら、叩け叩け叩け。おし、いいぞ。おら、すげえ。後期、あ、違う。危ない。弱ってるはずだけど、まだ
まだ結構ピンピンしてる方だと思うんだけど。危ない危ない、混乱してる。離れて回復薬を使ってください。待って、すんげえ怒ってる。全然回復薬飲むタイミングが、てか時間が迫ってるし。切んないと。おこおこ効果は切れたが、よし。よし倒した。クエストクリア、おめでとうございます。中級でこれってことは、上級は、上級はどんなことになるんだ。このケストドンは見えない、見えない。15分。これはすごい。さて、クエスト今クリアしたけど、これよりクエストを開始します。一旦ね、マップの散策してみたいんで。目的のモンスターを探し出し、制限時間以内に狩猟してください。目的モンスターはガンムシで、ターゲットの痕跡を集めてシルベムシについていきましょう。やってきますよ。生態マップからキャンプを選択することでファストトラベルすることもできますよ。で、最初に、まあ、スポーンできるキャンプ地点を変更できたから、このオオアリ塚キャンプってところにしたんだけど、あ、支給品ボックス。あ、これスリンガーに使えんのか。まだちゃんとアイテムとかも確認してないからな。ちょっとこのスティックショートカットね、早速誤爆した。誤爆しちゃうからね、こっちの普通の下のウィンドウからアイテム選んでるときに。これオフにできんのかな。おい、あれ、あれ、待て待て待て、なんだあれ。手強そうな飛竜です。迂闊に手を出すと危険です。ターゲット以外のモンスターです。無理な狩りは禁物ですよ。これバレてる。あー、バレてる。だって20分だもんな。こいつ倒せんの。いや、ちょっとやれるだけやってみよう。まずはこれだ。あー、強い。マジかよ。あ、というか9回も死ねるの。体力がゼロになると近くのキャンプに戻ります。クエストの失敗条件なので注意してください。近くにあんなモンスターいて、よくここのキャンプ無事だな。ちょっともう一回やってみよう。つまり2回食らったら死ぬぞ。どっとどっと、オッケー。あ、違う。ほら、潜った。危ない。これ一人で倒せっかな。助走なしで突っ込んでくるもん。共感の体力を回復させてる余裕がない。よし、
らおらおらおら、ドン。ああ、中級どころじゃねえ。こういう柱もぶっ壊すんでしょ。わあ、毒毒毒毒、どれだ、あった。あ、潜ってるってことはこいつはマルチで倒した方がいいな。きっと危ねえ。教官毒食らったしょ。でバナ置くしょ。来い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 。で来るしょ。で爆弾置くしょ。もう一個置くしょ。小太郎置くしょ。でドーンでしょ。V破壊した。このモンスターは首元が弱いな。さあまだあったかな。あ、これ使おう。硬くなって、あとはもうひたすら切りまくるしかないな。首元に移動したい。あ、尻尾も弱いな。おっと、教官なんかモンスター手なずけてきてくんねえかな。え、死ぬ死ぬ死ぬ。あ、危ねえ。移動した。落とし物？あ、素材落としてくんか。ちょっと待ってよ、この辺食っとこう。なんか使えるもんあったかなと。これ使おう。これどんぐらいバレない、バレてるわ。あ、もう潜っちゃう。教官が吹っ飛んでる。また逃げた。ちょっとこいつ無理くさいな。他のところ行こうかな。なかなかターゲットが見つかりませんね。シルベムシや生態マップをよく確認しましょう。ターゲットこいつではねえからな、ほっとこう。てかちょっとワールドの探索をしたかったからそっち行こう。随分高低差がある。ああ、あ、ここの真下にいたのか。え、ってことは、あ、こっから下戻れんのか。すげえ。あ、いたし。待って、ボロボロは倒したからとりあえずいい。ああ、広いな。ボロボロは無視。適当にどっか行ってみよう。どこ行けるんだ。こっちか。わあ、あっちにいる。ていうか今なんかこっちにも何か見えたような。これは
これ多分装飾だよね。装飾だね。そこら中に手がかりあんな。あ、移動してる。これって鉱石？鉱脈。出た、マカライト鉱石。懐かしいな。なんかマカライト鉱石って、あの、錆びた剣とか、なんかその辺のシリーズにめっちゃ使わなかったっけ？そういう錆びた体験とかは、なんだろう、少しずつ強化してったら、だんだん錆びがなくなってって、突然、全然違う武器に。たりするんだけど、守り族ってなんだ。ここ綺麗なボルボロスいるけど、なんか魚もいるけど、なんだあれ。2匹いる。あ、肉食でしたか。逃げる。ジュラトドス？ああ。ボルボロスかと思ったら違った。こんなモンスターもいるんだ。おお。あ、オオサンショウウオみたい。教官、教官逃げよう。教官そういう風にここ渡ってんの。なんか迫ってきてね。あボルボロスが来てる。ここ登れるんだ。その辺に落ちてる石ころを拾ったら、ステルスでモンスター追うときとかに、誘導に使えるんだろうね。石ころじゃなくても使えるかもしんないけど。で、第一キャンプに来た。よし、それじゃあ今回、こんなところにしますか。これは何だろう。あ、そういえばなんだっけな、今作、モンハントライみたいに、自由に、ワールドを出て制限時間なしで散策できるっていうのがあったはずだから、全ワールドそういう風にできるのかな。ちょっとその辺はわかんないけど、多分そういうゲートかな、あれ。はい、じゃあ次回は、上級クエスト。いけるかわかんないけど、やってみようと思います。はい。じゃあ今回こんなところで、ご視聴ありがとうございました。